腹ペコアザラシと申します。信長の野望申請、難易度は上級、シナリオは信長包囲網、選択大名は上杉。第8回を始めさせていただきます。前回はせっかく奪取した桜洞城を失冠したものの、金山城はなんとか死守したところで終了となりました。それでは今回どのように進んでいくのか、お時間ございましたらぜひお付き合いをお願いいたします。敵の手に城を渡す、桜ボラは仕方がない、守りきれるだけのないですからね。よし合戦、よし合戦できた。ただやらないわけにいかないですね。まずはここで合戦を起こしましょう。いやー本当はね、イフ中とか強を発生させたいとこですけどね。で剣心は右翼を突っ込みましょう。勝頼が300しかないか。村上義樹も500ですね。相手も数は多くないですが、こちらも数はやばい。72しかいませんからね。はい、撤退。これで優勢勝利と。いやー、影虎以外、まあ今剣心以外はね、ちょっとね兵力は低かったですけど、なんとかなりましたね。さてこれで威風弱発生。さてどこまで行く。よし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 、金山城周りは、まさか。ただ金山城周りを やれても残りの周りの兵力が大したことがないと。肝心のテルトラ隊もあと28日しか兵糧がないということで、なかなか厳しいですね。柿崎影家の部隊、この部隊全部隊撤退だな。で村上義樹をも撤退、斎藤智信岩村城行って犬山城、テルトラも、テルトラは肝なのでちょっとやりたくないけど岩村城待機ですね。で柿崎影家はこのように岩村城に、犬山城に向かいましょう。であと後ろから3部隊、この3部隊が来ないとちょっと話にならないかな。深志城からも出しましょう。あの城を奪いに行く。で魚津城が包囲中と。春日山城からは、春日山城は犬山に向かってますからね。沢田城を動かすか。沢田城も動かそう。魚津城の防衛に向かいましょう。魚津城を失うわけにいかないからな。防衛とか出せないか。出せないですね。沼田から魚津に向かわせましょう。新田金山からも魚津に向かわせましょう。出陣する。いやーこれが限界かな。穴山信君、今更か。高藤北城高弘、今更かもしれませんが犬山城に向かわせましょう。では進めましょう。犬山城付近でどう戦えるかというところですね。次は勝たせていただく。斎藤智信も一旦下がって犬山城に向かいましょう。城を奪ってくれる。
こちら国衆の舞台で金山城防衛に向かわせましょう。我が拠点が囲まれると。いやいやいや、とりあえず犬山城をなんとかしないと。ちょっと待てよ、この舞台で一旦戻って犬山城に向かいましょう。戻してみせる。1,2,3,4,5,6,7,8 舞台。いや、もうこの舞台で全部犬山城向かおう。城を落とす。では行きましょう。これが運命の戦いだ。金山城強行されてるけれども、ああ魚津城落とされたか。まあ仕方がない。よし、合戦できた。6部隊5部隊。いやこれじゃダメだよ。これで8部隊5部隊。いやいやいや、それじゃなくて、いや金山城落とされるのはいいって、取り返せばいいんだから。そんなのはこれで8部隊7部隊。ここでぶつかる。8部隊7部隊7部隊はダメだって。いかにする。いや8部隊7部隊しかぶつかれないな。我が手番ぞ。我が手番ぞ。いやいやいや、なんでだよ、なんで8部隊7部隊なんだよ。うまく当たってくれないな。我が手番ぞ。屈辱忘れぬぞ。向こう8部隊じゃないと厳しいぞ。合戦をする意味がない。これでいったんじゃない。よし、8部隊6部隊やっていきましょう。威風中発生。これでなんとか金山城とかをダッシュしましょう。さあこちらの方がね、部隊数が少ないからね。しかも謙信が846というね、ちょっと兵力が低いですからね。ただ謙信を前に出すっていう戦法は変わらないですね。高台か、高台は任せちゃった方がいいな。謙信は前に出そう。では開戦です。さあ開戦。ここはいいよ、いい地形だよ。高梨さん高台、天勝さん高台、影虎で前に向かわせましょう。さてさて、あとは影虎はこの要所ですね。実際はここでいいか。で直江影綱でこちらの高台を狙っていきましょう。北条さんも正面に進みましょう。斎藤智信のここの要所が厳しいかもしれない。では進めていきましょう。相手の方が部隊数は多いですからね。そこは何としても。油断はできないですね。よし、あー制圧された。ただこちらも要所制圧。高台から追いかけましょう。はい、要所制圧。はい、騎馬突撃発生。伊予越後の竜発生。そして佐久間守政壊滅。そしたらこのように向かいましょう。高梨さんも要所制圧と。北条さんはこちら走馬隊を22なのでね、一発当たればね吹き飛ぶでしょうからね。撤退まで追い込みましょう。謙信はちょっと斎藤智信のサポートに回らせよう。
はい、壊滅。そしたら軒口狙うか。ただ軒口狙うと多分柴田が来るよね。いや、高台狙いに行きましょう。力を震え、共に勝ちをつかみ取らん。敵の退路など、ひねり潰す。うん、いいんじゃない？狙い時ですぞ。そしたら斎藤智信引かせましょう。秋へと向かおうぞ。あれ、制圧されちゃった？いやー、剣心間に合ったと思ったんだけどな。今がその時。いよいよ。よし、高梨さん制圧。そしたら高梨さんでこちらの要所まで行きましょう。厄介な射撃をされてますね。よし、姉が浩二さん撤退と。この劣勢、直江影綱隊がダメージ食らってますね。いいよ、このまんまここまで行って北条高広のこちらね、軒口制圧をね、ちょっとねサポートしましょう。はい、要所制圧。はい、一部隊撤退。では天笠さんで、お、騎馬突撃切れましたね。突撃レベル8か、素晴らしいな。軍師に出る、素晴らしい。いいよいいよ。そしたら斎藤トモの部隊で直江影綱のサポートに参りましょうかね。柴田がここでずっと陣取ってますからね。これはチャンスですね。軒口落とすチャンスですね。おし、壊滅。これで軒口を落とせば勝ちじゃないか。早く北条さん落としてくれよ。ここまで引きましょう。はい、強撃発生。お、さっさなりまさか、だから強かったのか。北条さん時間かかってるな。1戦しか兵力がいないから。はい、こちら撤退出したと。我が手番ぞ。あと北条さんが時間はかかりましたが軒口破壊成功と。いやー、なんとか勝てた。よし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 、なんとか勝てました。威風中発生。これで金山城とかもうダッシュできるんじゃないか。いいんじゃない、濃尾平野のちょっと東ですけど真ん中寄りですね。よし、素晴らしい。いいんじゃないか。そしたら金山城防衛にこの部隊は動かしましょう。で、金山城にはおせんさん、で犬山城には川田長近、感謝いたす。名古屋城には天笠さん、ありがたき幸せ。で鳴海城には村上国清さんかな。いや、神保さんを当てて、で真田正幸、ありがたき幸せ、サポートに向かわせましょう。で名古屋城は知略が低すぎる。ちょっと真田正幸こちらだな。ありがたき幸せ。で鳴海城には知力は60なので高坂正信、恩に着ようぞ。で川田長近には山形正景、かたじけない。武田のね、元四天王ですね。内藤さんは切るしかなかったからね、ちょっとダメでしたけど。
で秋山信友もサポートに回らせましょう。とりあえずこれでいいんじゃないか。で小諸城上杉影虎で、春日山城までにしましょう。いや、せっかく兵力が出てるから魚津城に狙いましょう。でこれで兵力を減らせるだけ減らしましょう。そっから先は攻めてこないでしょう。で信長も濃尾平野の半分を取られてるので、次は岐阜城か何かで合戦を起こしてってところかな。清洲城かな。清洲城で威風今日は発生させたいな。では進めていきましょう。原北を迎えましたと。おお、樋口兼次待ってたよ。で和田さん、お、北条の信用100。いっそのこと婚姻結んでしまうか。宇治国と戦闘員51歳姉さん女房ですね。いや、よろしいですか。北条とはあと60ヶ月5年の同盟関係があるので、まあよしとしましょう。というよりはだ、交渉で、ああ援軍出せないのか。ちょっとね、徳川を倒したいんですよね。ただ我らには織田を相手にするっていう使命というか、織田をね倒さなきゃいけないっていう状況なので、岐阜城か、本拠地岐阜城なんだな。結構厄介だな。そうすると清洲城で威風強を発生させたとしても、多分長島城までしか行きませんね。かといって北陸今更攻めてもな、あんまり北陸うまみがないですからね。まあ富山城とか優秀な城はあるんですけど、取ったところで我らの今の戦略でいくと中山道を通って進攻するっていう形なので、長島城かな。清洲を放置して長島城に攻め込むっていうのがいいかもしれない。そうすると織田の領土をね分断できますからね。それがいいかもしれないですね。で織田は足利幕府とも同盟を結んでるんですね。ちょっと状況を見てみましょう。勢力、兵力でいうと織田家5万ありますね。外交の状態を見ています、見てみますと、松永と川内畠山が従属で、同盟0日っていうことはもう切れるっていうことかな。今月までってことかな。で婚姻が徳川と浅井ということですね。これで切れたってこと、もしかして0日ってそういうことじゃないの。あ、停戦3ヶ月切れましたね。これで足利幕府とも敵対すると。金山城を狙ってますね。テルトラ隊が撤退しないといけないですね。っていうかもう強制撤退ですけどね。では進めましょう。いかがだったでしょうか。なんとか濃尾平野で、まあ威風のね発生させる合戦を起こし、名古屋城、そして鳴海城、犬山城を奪取したものの、まだまだ濃尾の戦力で言うとね、岐阜城、清洲城、大垣城、そして長島城はまだ織田方なので、まだ濃尾平野を抑えたというには全然ですね、半分程度を領有したといったところでございます。この後の戦略はなかなか厳しいんですよね。不気味に徳川もまだ残っていますし、徳川までが侵攻されたらうちは持たないっていったところですね。まだまだ上杉危うしといったところでございます。それでは今回はこれにて終了とさせていただきます。また次回お時間ございましたら、ぜひお付き合いをお願いいたします。